このミニブルートね、今の基本編をマスターすれば応用編、こっからがもうめっちゃ楽しいです。まずこのオシレーターのところで今ノコギリ波だけを上げてんだけども、実はノコギリ波に秘密があって、ウルトラソーといって非常に分厚い変調のかかるこれですよ。基本的にミニブルートって一つの VCO なんで、割とシンプルな音しか出ないかと思いきや、もうなんかこう5台ぐらい重ねたような、もうすでに分厚い音になってしまうというね。当然クケー波もこのパルス、ワイズね、このパルスのこの幅を変化させることができるんで、これ LF4 でできますね。これだけでもうねりが生まれますね。こうウルトラソーとこうパルスを混ぜるだけでもうすでに、もう完璧にうねってますね。もう一つこの三角化、三角化ってのは倍音の少ない割ともーっとした音なんだけど、ここもね、三角化にこのメタライザーってのがあるんですね。これ何かというと、なんかね、こう金属的な変化を起こす、もう特別な変調がかかります。これも、しかもこれを LF4 で動かすこともできる。これすごいですね。もうさらにノコギリ波のウルトラソーと混ぜる、強力です。さらにね、サブオシレーターをさらにここで混ぜる、1オクターブ下、で2オクターブ、オクターブで変える、完璧にかっこいいベースになりますね。ここでフィルターでレゾナンスを上げて、もうめちゃくちゃかっこいいになりますね。ちょっとこうリリースを上げて、で実はね、さらに過激になる、ここにねブルートファクターってのがあるんだよ。ここ、これ何かというと、ちょっと上げてみますね。どういうことが起こるかというと、あ、これアルペジオだと鳴らしっぱなしにしてみましょうか。じゃあこの鳴らしっぱなしにしてブルートファクターを上げてみます。これね、ブルートファクターっていうのは、一度アウトプットを出た信号をまたフィルターに戻して、さらにまたアウトプットをまた戻してみたいな信号をループさせるっていう機能だね。そうすることにより音が増幅します。中で増幅して自己崩壊しだすんだよね。こうカットオフ上げ目にすると分かりやすいかな。もうすでに、なんていうの、この、今何にもエフェクター使ってませんからね。これ本
体でも完全に鳴っちゃってる音、ここまで過激な音になって、さらにおまけ、ミニブルートにはですねプリセットなんてものはついてません。プリセットなんかいらない、一切いらない。今出てる音は今このつまみの位置のこの音、この音です。でじゃあどうやって音を作るかというと、安心してください、こういったねプリセットシートってのがあります。こういうね、アトリアが作ったこう例えばファンクベースってのをこうやってこうやると、このね、つまみの位置に合わせてやるとファンクベースになるということですね。でもちろん自分の作ったこの音が気に入ったとという人はちゃんとねブランクのシートがありますから、これをかぶせてこのつまみの位置でこうね書く、自分でね印をつけて書くね、赤ペンかなんかでこうね矢印つけて、そうやってメモリーします。このアナログ感満載のメモリーがいいね、まさにミニブルート、もう私惚れました、ご機嫌です。